はい、ということで続いて教えて TV いっちゃいますか。どうぞ。はい、来ました、バイオキッド第14戦石川大会。のどぐろですよ、のどぐろ、ね、のどぐろ、昨日もう嫌っていうぐらいね、のどぐろをね、食べました。はい、ということで、今日の教えて TV は自己紹介お願いします。アリサです。アリサさん、アリサさん、かっこいいですね、髪ね。ピンクが好きだよ。ピンク、あ、ピンク好きだよね。ピンクのアリサさん、じゃあどうぞ練習してください。
った。あ、でも今度難しいな。はい、どうぞ構えて。もう一回投げて。バンバン投げて。10th anniversary. はい、どうも、どうもです。噂のですねピンクちゃんですけどねはい、本当難しいのが効き目が逆なので、やっぱりね感覚と見た目と感覚がねちょっと違うんですよ。やっぱ自分の感覚で効き目が逆の人は、あ、腕の動きを作り出しますんで。でも明らかにですね、肘と向きはもう明らかに的に向いてないからね、ちょっとそこでね、やっぱ効き目が逆なんだなと思ってちょっと指摘したんですけど、やっぱり逆で、逆の人っていうのはやっぱり感覚と軌道が違うんで、これもねあえてね、軌道を変えさせるようなことしたらちょっとダメなんですよね。立つ位置はやっぱもうちょっと右にしたりとか思ったんですけど、どうしてもね効き目が逆の人は自分の感覚での腕の操作になってしまうんで、そこがねちょっと状況的に難しかったですね。まあでも効き目が逆の人は逆なりにですね、トッププレイヤー多いんですよ。松本めぐみだとかもそうですし、はい、山田裕貴もそうですし、で効き目が逆の人はですね、で上手くなっていく人はどっちかって言ったらテイクバック短くなっていきますね。テイクバックが短くなって自分の感覚とズレを最小限に抑えようとしますよね。でもそれもですね、テイクバック短くしないといけないってことじゃなくて、
まあ、そうなるんですけれども、でもちゃんと自分の投げやすい、フォロースルーテイクバックがいいので、効き目が逆の人で自分の感性のダーツをちょっと作ってほしいと思います。ちょっと難しいですね。はい、ということで今日の教えて TV は、知能が歩くちゃんね。はい、いきなり言っちゃいました。はっきり言っときますけど、2人は付き合ってませんからね、はい、何の関係もないですから、ね、ただファンなだけです、はい、ダーツもね、こういう追っかけファンが出てくるっていうのはいいことだと思います。